1曲目に演奏いたしました曲は、今年度全日本吹奏楽コンクール課題曲2番一ノ瀬末夫作曲マーチワンダフルボヤージュでした。指揮は吹奏楽部顧問浅井博之でお送りいたしました。さて次の曲ですが、2曲目も今年度全日本吹奏楽コンクール課題曲からお送りいたします。4番の課題曲、高間幹夫作曲コンサートマーチ虹色の未来へです。この曲も軽快なマーチです。なお第1部の指揮は顧問の浅井博之が務めます。それでは演奏に移らせていただきます。それではローストの世界をお楽しみください。Thank you.
よ第1部最後の曲になってしまいました。曲は樽谷正則作曲プラネット9未知への奇跡よりを演奏させていただきます。それでは拙い案内でしたが、最後までお付き合いいただきありがとうございました。